はい、でも好きです。フォールガイズやっていきましょうか。まずはノックアウトのモードやっていきたいと思います。何これ、トレインっていう交差だったんですけど、何だこれ、リングスピナーみたいな感じや。すげえ、電車に乗るんや。ほんで4人落ちたらクリアってことや。実質リングスピナーやけど、進んだ方がいいんかな。待て待て、危な、信号機に直撃するわ。あれ、これ進まなくてよくね、進んだ方がいいんかな。ちょっと前行ってみるか。危ないよ、危ないとこ行ったら危ないからね。あ、終わったわ。決勝戦来ましたね。ローテイトエンターテインメントですね。なんじゃそりゃ。あ、何これ、え、このだけステージ、ステージ短くね。何これ、始まる。あ、なんかスタートするぞ。やばいやばい、何か掴まれてる。何これ、始まった始まった始まった。あ、これスライムになってるぞ。これぐらっとあかんねん、これ、ほら、そう、スライムになってる。あかんあかん、スライム、あーやばい、そういうのやめてほしい。メロンってなった。ふ、いや、これ掴みとか入れられたらマジでスライム落ちるな。気をつけよう。で、こっからとにかくこのスライム当たらないようにすればいいんかな。ジャンプ、さ、ちょっとかすっただけでもアウトやからね。なにこれ、あ、なんかあれやな、時間式で回りそう。次のターンとかなんか回ってそうじゃない。はい、じわじわエンターテイメントになっている。あと3人、ボール来た、危ないで、慎重に行こうか。で、メロンってなるから気をつけなきゃなんだこれ。うわー、どこがどこかちょっと分かりにくいな。いや、面白い面白い、絶対当たらないように。うわー、びっくりした、メロンってなった。危ない、後ろから背中押された。今度はなんかこれや、ぐるぐる、やべえ、ぐるぐる、危ない、こういうジャンプ、あ、やっぱ回り始めたな、予想通りってなったら、いったんじゃん。オッケー、これでフィールド、エンターテインメントならず。やりました。いや、面白いコースだね。アイスクライムというコース来ましたね。スタート、ノックアウトモード面白いね。ああいうなんか、あの、新しい決勝を楽しめるのいいな。誰かが作ったサバイバルコースでね、決着できるっていう。こういうなんか予選からもね、知らんコース出るからね。既存のコースも出るんですけどね、知らんコース出てくれるの楽しいわ。こっからこっち、危ない、うわー、何これ。で、あそこの止まる剣じゃないルートはどこや。こっちか、こっから行くわ。こっからジャンピングで行っといて、はい、上に上がって、お、雪だるま、この間行くわ。間行かれへんな、これもうそのまま連れて止まったら早いわ。ここなんか上がれんのか。何これ、何こればっかり言っちゃうの、なんか不思議な感じが楽しめて面白い。フォールガイズくんのこのほら、右に曲がってねっていうマークも作ってくださってるやん。うわー、はい、こっからこう回っていって、ハンマー注意やね、一回ゆっくり行こう。こ、行きましょう。こんにちは、どこか、こんにちは。ほんで駆け上ってゴールかな。全く知らんコースやからね、お散歩みたいな感じになるんですけどね。ソードクリームさん早いな、慣れてそう。おー、やつなかなか優勝候補にね、ほら、名乗り上げる、焼肉サラダの方は11号の方やからな、優勝候補に名乗り上げてきてんな。これ落ちたら最悪やな、これ下にチェックポイントあるからね、落ちてチェックポイント無限に取れる可能性あるから。はいはい、オッケーですね。面白いコース、ゴール、トレイン行きましょうか。さあ、後ろからのスタートになります。スタート、さあ行きましょう。トレインおもろいよね、イングスピアーのトレインバージョン。で、この信号機にぶち当たるっていうの面白いギミックやな。1名まだエンターテイメントのみ、みんなうまいよな。これは普通ね、畑飛ばされると思うんだけど、逆に大丈夫なのかな、放置してたら。危ない危ない、当たったらあかんよな。横に置けるだけ。あ、後ろから鳥が来てる、やばい、後ろから鳥が来てるわ。そういうことか、だから待ってたらあかんねや。ビッグシュリンプスタート。さ、後ろからエビが来るんでね、走っていきましょう。4名のエンターテイメントが出たら決勝進出ですね。ビッグシュリンプ、これ結構苦手やからな俺。しっかりもう加速で前々行っとかんとね。エビちゃん来たらあかんのと、なんか途中でね、なんか締め切り来るんよな、危な、めっちゃぶっ飛んだわ。止まれな剣がね、横側にもついてて、横側っていうのはなんて言いますか、奥見たらわかるんですけど、ほら、あの、よくよく見たら、ほら、ここ、これこれこれ、ここで俺前締め切られてやられたからね、この横止まれな剣。だから先行かないと締め切られんのね。決勝戦、フロートボートヒーローズですね。行きましょう。さあ、ここで、お、なんかエンターテイメント出てる、あれか、切断の方か、海鮮落ちの方やね。これはだからトレインみたいなもんやな、さっきのの水バージョンや。あー、やばい、これしっかり判断つかないと無理。行こう、行き来た方がいいな。で、これ乗るんかな、持って行って、で、このボートに乗って楽しめるんやね。うわー、面白い、ジャンプ楽しい楽しい。後ろどうなってる、後ろとかちょっと見てみたいけど、ボヨンってなりそうやから気をつけよう。はい、で、ジャンプやろ。お、焼肉サラダ11号エンターテイメント大丈夫か。この黒い方うまいか君、後ろは、あ、後ろ行かないでねって書いてある。うわー、なんか来た、横から回ってくるぞ。なんかほら、変な回ってくる、変な回ってくる。
あ、危ない危ない、びっくりする、びっくりする、そのなんかタコ足回ってくるのびっくりする。やめてね。で、ここでよし、とりあえずこの方うまいな、黒い方。どちらか落ちたらもうそれで決着やから。タコ、タコ足くる、タコ足くる。タコ足はなんか基本外側回ってそうやな。だから内側、そう、これ内側おれば大丈夫や、オッケー。で、これによって優勝という形になりましたね。いや、面白いコース。スクワットショー行きましょうか。味方1人、回線落ちですね。まあ3人でもスライムクライムなんでね、上がっていけるかなと思いますんで行きましょうか。とりあえず1位取るわ。ほい、この後の種目次第やね。ここはおそらくね、1位取れば耐えれると思うんで、この後なんかね、もうそういうスライムスクレイパーとか厳しいの来てくれればね、決勝進出あると思います。あとピクセル名人とかそういう系、2人の味方に打点面だから、ここ頑張って1位取って、次の種目がサバイバル系でなければね、俺がなんとか持っていける可能性あります。ほい、ジャンピングザメンバーでいっといて、とハンマーなし、ハンマーはあってもいきませんけどね。ここだけ注意して、おっと、ちょっと横着になったか、危ない。味方感染してるところでちょっと横着したら味方に怒られちゃうんでね、怒られはしないが、別に味方も落ちてる立場やからな。行きましょう。ボールボール来ましたね。黄色チーム頑張りましょう。ピンポンピンポーン。さあ人数的にはどうや、7対7でね、でね、行きましょう。スタート。さあとりあえず俺が後ろから一発かますんでね、後ろからのカバーで、さらにこのスペースで待つことによって跳ね返ってきたボールに対してアプローチできるんで、あー、こっちちょっとカバーいった方が良さそうやな。 OK、 これのカバーいきます。カッコン、しっかりとサイドにクリアするっていうね、サッカーやっぱサイドにクリアしなあかんので、一旦ブレイキングメンバーからの特大大ジャンプできたいが、よし、痛い痛い痛い、前に出しといて、みんなあれやな、ほんま団子サッカーやな、あの小学生のサッカーやってますよ、あのボールにだけ集まるっていう。ボールガイズはまあそんなもんなんで、俺がちゃんとスペースでサッカーするから頼むで、弾返せ。ここじゃ俺カバー行くわ。ぽよーん。これちょっと危ないぞ、中央に返したら危ないですからね。そこ行けるか、ぽよーん。ダブル来たらダブルボールめんとまずいな、これ。しかも5人の人数がけやからやばいぞ。ちゃんと的確なクリア、 OK、 的確なクリアしていく。頑張れ頑張れ、ヒーローチームナイス。おっと、これどうか、ソードクリームさん一発クリア、ナイス、よしよし、前出したんでかい。誰かちょっといいとこから俺行こうか、ここ一回俺がストライカーになろうか、押してるからな。ただカウンター怖いんで、しっかり下がっていってのなんか、この辺スペース転がってこい、誰かパスしろ、よし、ナイスパス、シュート、ロングシュート、決まっていく。これが決勝点になりそうです。しかももう1点いけそう。ラグビーカッコン、ラグビーのダイレクトパンチ、よしよしよし、でかいでかいでかい、あー、頼むぞ、それ守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 れ、クリアクリアクリア、よしよしよし、守れ、よし、クリア、よし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 、ここは俺が2点決めていきましたね。決勝戦、立て祭るな危険スペースですね。ドレミファソファミレド4対3という形になりましたね。まあ別にもう10対3とかでも別にいいけどね、結局俺が火吹けるメンバーであればね、もう俺が勝ってしまえばもう OK なんで。さあ味方が2人落ちまして、まあ、3対1という形になりましたね、フォーメーション的にはね。まあ予定通りなんで全く問題ないですよ。通信来た、通信来た、お、すげえ、相手うまい人おったわ。あの人数有利やから最後俺一人落とせばいいと思って通信に来たやつおったな。なんか思った以上に強いやつおって危なかったですけど、いけましたね。パーフェクトマッチいきましょうか。1回戦パーフェクトマッチね、初手落ちだけは断面してほしい。味方キツネの方、クリスマスツリーの方、お、味方でもつかみを、そしてつかみ落としてる、ナイス。これはハート送った方がいいんじゃない、ほらこの方うまそう、つかみ落としてくれてる。あー、ソードリームさんもずれた。この方フレイム君やって、ハート押してくれてるね。仲良くしような、ちょっと覚えるの忘れてたわ。はい、パーフェクトマッチね、あの味方の心配とかしすぎてね、覚えるの忘れるときあるからね。そういうときはこの真ん中のバー、なんかね、スクワットショーとかディオショーとかやったら指定でこのバーあるから覚えなくてもいいっていうね、そういう感じになっております。おそらく順位的に大丈夫かな、3人残ってるんで。スキーボール行きましょうか。味方強そうな感じするんでね、行きましょう。スタート、スキーボール、ジャンピングからの、これちょっと待ってからでも金取ったらいいから、金取りに行きたいが、まあいいや、金でいいや。ちょっとやばいね、味方強そうって言ったけど、急いだ方が良さそう。ちゃんと行こう、早く金集めまくらないと。はい、ナイス、しっかり味方銀取ってくれて、俺金そのまま繋ぎたいが、繋げないでいく。いや、焦っちゃいかんな、これ焦らずにゆっくり行きたい。はい、ここもゆっくりやな、落ち着いて、この5点ででかいから。はい、ジャンプ力上がってる、このガイズくんで、あーっと、しっかりブレーキングで、こっから届くかどうか、届いて届いて、よし、届かせて51点、大丈夫やんな、我々まだマシなはずやんな、これね。他の人間もっと速いとかやったらやばいけど、はい、銀線取っといての
近点アプローチいきます。近点アプローチ、はい、あとちょっとね、まだ誰も上がってないからね、みんなで協力しよう。銀手、あ、金手来た、金手来た、おっしゃ、ナイス。決勝戦ブラストボールですね。スタートを下げましょうか。ロールアウト上がってきましたね。4対4ブラストボールいきましょう。ここにちゃ言うてんな、どんどん畑落とそうで、人数より取っちゃおう。味方のアライグマさん相撲してる、よし連覇いくわ、連覇ボンバー、連覇ボンバー、おー惜しい。ホールインワン行くとこやってんけど、向こうが行くか。ピンク狙います。こんにちはアタック、いけ、あー惜しい、今の惜しいな。こんにちはアタックやってんけどな。で、こっからジャンピングザアタック、ドーン、ソフトクリーム、よし、ソフトクリームホームラン、よしよしよし、まずは1人。次がホットドッグか、ホットドッグにドーン、通用せず。次の狙いどこ行こう、ホットドッグかな、ホットドッグにターン、ホリマン、よし、ホットドッグホリマン。ただ味方の菊池拓磨くんもね、吹っ飛んだという連絡になりますので、あとピンクと緑やん、ピンクに対してセット投げていこう。いったか、よし、行きましたね。あとは緑、ジャンピング、ジャンピングスロー、入った入ったけどあかん、3対1やからね。うまいこと、こんにちは言うてんぞ、あの人すごい、やめてくれ言うことかな。こっち来るか、ボンバー、連携ボンバー、あー惜しいな、味方のボム使っていくって感じやってみようね。勝つん、さすがに負けんよ、オッケー、ナイス、いや味方強かったね、やりました。ペンギンプールパーティーですね。ペンギンにしがみついてね、ピンポンピンポーン。さあ行きましょう、トップ3名スタート、行きましょう。まずはさっさと俺が取りたい、奥側か、手前取る、出し手前で取って行くぞ。味方の方取れてるかな、味方の方誰も取れてないよな。味方の方今ね、ツンドラッシュ上がってきたんですけど、みんな初心者の方っぽいんで、ここは俺が頑張らないとまずいな。サングラスの方は一番初心者の中でもうまいかなっていう感じする、味方ので、他の2方はルーキーのマークついてたんで、これちゃんと逃げた方がいいね。ここ俺絡まれたら普通にエンターテイメントあるから。あー、もう上がりよった、1チーム早いな。勤労ガイズくんとか、僕がゴリスケくんとかがね、やっぱ強そうやな。メンバーが揃っとる、さ、いや先回り、あ、やばい、あと1チームが上がられへんわ。これでエンターテイメントだったらもうしゃあないな、俺だってずっと持ってんもんな、最初から。最初から持っててあかんかったら、もうこれはもうそういうもんやで。頼む、間に合ってくれ、なんかエンターテイメントになりそう。あと5カウント、耐えられるか、耐えられるか、耐えられ、耐えられないよね。ペンギンプールパーティー行きましょうか、スタートー、いぞー。今回ワニーさんが強いからね、いけるんちゃうかな。ワニーさん多分取ってくれると思う。あー、てか一緒のやつになっちゃったか、一緒のやつになっちゃっても、まあまあいいでしょう。ワニーさん多分どっかで回収する力あると思うんで、ナイス、味方の方誰か上手いな。1秒につき2点増えてるんで、今回はさすがに大丈夫やね。ナイス、ジャンプクラブの棒3本ですね。これはナイスやね。3本であれば俺さえ耐えれればね、いけるとかあるから、回線落ちでなしという形になって、ワニーさん乗る余裕があります、すごい、いうとこすごい言わなあかんね。いや、待て待て、チャット打ちたい、すごいっていうの打ちたい、すごい、よし、ワニさんにすごいって伝えたいね、これね、気持ちよ。で、味方がかすらわれる可能性あるから、その後すぐカバー入らなあかんぞ、掴み落とさなあかん、先にいけ、早くなってくるぞ。味方がやられる前にワニさん、よし、耐えてね、ナイス。まだ誰も落ちないですからね、誰か落ちたの、相手掴んで圧かけていこう、圧かけていけ、さあ誰か落ちていって、味方飛んだね、味方吹っ飛んで2位、早く起き上がって、ナイス。坊さん坊やから結構難しいから、自分がやられる前にかっさらっていこう。ワニさんナイス、オッケー、我々飲めちゃう、オッケーってなったらもう確定台やから、そのままワニさんと一緒に落ちてないぐらいやね。ではこの辺りからやっていきましょうかね。誰も落ちてないという盤面で、結構真ん中割れてきたんで、相手のこのパーカーの方とかもね、うまそうやからな、しっかりしないと負けちゃうぞ。まずはどこ狙っていくか、この辺走り回るか、走り回って、いや、これ俺掴み狙ってきたら嫌やな、この人が俺のこと狙ってる可能性なし、大丈夫やね、安全を確認した上で、さあ味方吹き飛んでいく、うわ、さあもう一人吹き飛んでいく、ということで一気に人数フリー、あそこライン切るか、まずやつを閉じ込めたい、よし、自ら自主退場ってなったら、どうしようかな、広いとこ取りたいし、ここら辺ちょっと削りに行きますから、一回ね、相手も自主退場なんで、このフードパーカーさん、さすがに脱出するか、脱出口をブロックしていって、オッケーやね。あとは俺が相打ち取ってくればオッケーか。あ、いや、帰ってくるわ。じゃあ、いやいやいや、行こう行こう。はい、オッケー、ナイス、落ち着いていた。味方の方も落ち着いてましたね。そうしましたら、ノックアウトのモードに帰ってきましたね。カルビアスバニラーズというね、やったことないコース来たな。ナイトフィーバーみたいな感じやね。こんにちは言うてるね。ナイトフィーバーのこのアポロ部門がちょっと変わっていて、で、こっから大ファンもね、混ぜてくれてますし、でもなんか基本あれやな。ナイトフィーバーっぽいね。奥側もなんか、
中世の障害物やもんね。はい、中世に中世。さあここのチェックポイントまで来ましたよ。でこっから横から行こうか。横から行って、あ、これも横から行けるね。はい、風風に乗ってオッケー、めっちゃいい感じやね。で最後滑って終わりかな。滑っていっての、これが回っていて大丈夫やね。普通に走るだけ。アウェイクのアコンダストですかね。行きましょうか。なんか長そうなコースかな。行きましょう。ノックアウトやっぱ面白いね。知らんコース出るってのがやっぱいいですよね。でこっから、これは当たったらあかんのか。あ、違う、上がるんや。でドアダッシュもあるし、なんか速い人おるな。ドーナツの方がうまそうやね。あいつ優勝候補やろ。キャラコンが良さそう。ここが絶対難しいもんね。下ルートか上ルートかみたいな。はい、上ルートやと全部スキップできそうやね。ほら、今日一気に1位浮上。いいやん。下ルートもあって上ルートもあるっていうのは結構優しいよな。落ちちゃった人にも優しいというコースで、こっからこう一本道大丈夫。これ開けちゃいましょうか。外れ、開けていっての、お、後ろ速いな。ジャンピング、こっちか。で最後特大スライダーじゃん。あ、面白い。あ、何、まだ終わりか。終わりじゃないんや。ここ最後かわさなあかんわ。いけ、最後の難所。タイミングよく入っていきたい。よし、完璧なタイミング抜けた。右側右側で、ジャンプで五輪。面白いコース。フロスティワンダーランドで決勝進出の切符のですね、行きましょうか。さあ、ダイビングしていって、この綺麗なこのパンの中みたいな感じですよね。おっと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 、よいしょ。スイート行っといて、で、こちらから行った場合が、右に曲がります。危ない、落ちないで行く。で、こっからジャンピングメンバー。で、ここでチェックポイントやね。すげえ面白いコース。ほい。で、ここのバーで、やや加速していきながら風乗っていきましょう。上昇ムード、こっち、さらに上昇、オッケー。でこっちやね。でピョコッとしといて、あと最後あれか、真ん中のこれ加速バーやね。これ加速ついてるんで、おお。でジャンピングでオッケー、決勝進出になります。決勝戦止まりなき縁で決着のですね、行きましょうか。優勝候補はおそらくね、左後ろの方ですね。ドーナツの方、これ。この方が結構、ほら、掴んだりして、このゲームを熟知してそうな感じなんで、まあ、この方との最後一騎打ちになるのかなっていうふうに予想してますけどね。そうしましたら、この辺りからやっていきましょうか。あのヘッドホンの方やんな。ヘッドホンの方が多分俺をマークしてるのね。俺が上手いって分かってるから、俺が行く方にちゃんとこうやってマークつけてくるのね。で、掴みも入れてくるから、掴みも入れてくるのね。予測通りって感じ。ちゃんと上手い方はあなたと。まあ、俺か君かどっちが勝つかみたいな試合やな。絶対勝ちたいね。で、あの一つ落ちたな。ってなったらここ落とせればでかいかも。よし、でかい。あ、これだいぶでかいぞ。アドバンテージ。で、これであの、あの方ね、ドーナツの方、慎重に行かざるを得なくなってるはずと思ったら、ドーナツの方おったー。あなた上取れてたんかい。お、落ちないか。落ちないか。うわっと。落ちたくないんで逃げていきますけどね、とりあえずね。逃げていって、あ、すぐ落ちてったな。で、どこ狙ってくるかな。紫取りに行こうか、普通に。通常紫取りに行って耐えるっていうのが一番いいかもな。あー、でもきついや。紫取りに行って矢先がきついか。無理したらあかんな、これ向こう渡った方がいいわ。はい、で、このクリスマスツリー、ここクリスマスツリーちょっと落としたいね、君。落ちた、落ちるんかい。ちょっと行って戻ったらこれ結構使える。はい、とっさの判断。この黄色で貸し切りたいよな、できれば。ただヘッドホンがそう簡単に落ちるとは思えないが、ヘッドホン落ちてそうやな。ってなったら大広間の戦いになっちゃったな、これ。超大広間。俺がライン切った方がいいかな。はい、あそこ、まあライン切りで行きますかね。あの方多分そんな動けるタイプではなさそうなんで。あ、でも動いてんな。動いてる動いてる。思った以上に動いてくるタイプであればうまいこと切らなあかんな。向こう側に誘導し、ここで切るかな。閉じ込めちゃおう。ほい、でこれ閉じ込め成立やから、あとはまあこっち使い放題で勝ちかな。ほい、判断間違いなくて大丈夫よ。はい、ピッポッパ、ピッポッパで、ちゃんと渡り口も保証してるんで、オッケー。まあいい立ち回りやったね。ドーナツの方が早めに落ちてくれたんでよかったです。さあ、ソロショーボタンバッシャーズですね。さあ、対戦相手の方が誰か分かりませんが、行きましょう。誰やろ、対戦相手方、取ってくるか、取ってこない。っていうことはこれあれやな、あんまり苦手な方の可能性ありますね、これ。水色の方が、ほい、ジャンピングアタック入れといて、いう形になっていって、ほら、苦手やね。苦手というか、まあ俺割と早いからね、取れない可能性あるもん。
はい、ということで27対2でしたね。決勝戦ロイヤルファンブルいきましょうか。ラスト46秒あたりからやっていきましょうか。さあ逃げ切っていきたいね。人数少ないんでね、さっき8人でボタンバッシャーだったから4人での決勝戦になってますんで、挟み撃ちがだいぶ成立しにくいという環境。そのまま逃げが強いんでね、逃げの客室でいきますわ。逃げていって圧かけてくるところをしっかり回していってもう一度みたいな、ね、そういう立ち回りでいきますわ。こっち側見せかけていかないっていう動きも入れつつ、はい、これ弾き飛ばされて、おっとぐるっと回って、でこっからジャンプ、残り20秒。誰が強いかな、大丈夫さよね今のとこ。でこっち行こうからもう一度移行していこうかという展開。はい、あと10秒、引きつけて風で、風というかこの回転まで行っといて落ちたことを確認し、逆サイド展開で逃げ確定となります。はい、ナイス空中ゴール。そうしましたらデュオ賞いきましょうか。味方ピカブイの方ですね、スタートお願いします。味方スカイラインスタンブルゴールできずという形やったんでね、ここは俺が全部取る形になるかもしれませんね。とりあえず金点探そう。ノーマル点でもいいかな、欲張らずにノーマル点を取っていきたい。1点取ってジャンピングつかみからの金点、向こう来てる、金点取られてノーマルでいくわ。ノーマルでまず、あ、味方まず1点取ってくれてんのはナイスやな。で、あの金点どう、あの金点みんなあれやってことでさやな。あ、でハチマキさんとかやり方知ってるから無理やんな。そうハチマキとかつけてる人ってもううまいの確定やからな、やり方分かってるはず。やり方分からへん人はね、大ジャンプで届くっていうの分かってないから。ほい、6点目、金点とちょっと巡り合えずという方、巡り合えた上空、まあ無理やんな。いや上手い人多いな、我がたチームありますわ。ノーマル回収しようか、ノーマルの回収すら許されない、やばいな。これエンターテインメントまであるんちゃうか、大丈夫か。金点来い、金点けどタイミング悪かった、しかも上がられてしまった。次の金どこかな、次の金点の連絡つかずやな、ないね。でもハス、あ、ハスやってくれたのか。もう3チーム目上がってんな。金点出た、金点あいつら取るかな。俺も行った方が優しいな。これこれセラーナ負けるわ。ふっ、オッケー、フルーツパニックで決勝進出ですかね。スタートいきましょう、頑張るぞ。1位取らなまずいかもな、1位取りに行こう。ハンマーなしでいいわ、ハンマーがねだいぶ弱いからね、全然飛ばへんのな現環境。ほい、ダイレクト走りからポヨーン、おいしいよ、ナイスポヨーン。さらにポヨーン、よし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 、これは1位です、さすがに。あ、でも反対側もドアダッシュおるな、珍しくドアダッシュ好き。行きましょう、ゴリさあ味方頑張ってほしいが、一番後ろで手こずっているようにも見えます。なんとかでも2位キープしてるからね、得点がばらけたか、ええ感じやぞ。これは大丈夫や、この方がこのままかっさらわれてもほら真上に向いてもらっても大丈夫や。ブラストランティストップ3名ですね。さっき5チーム受かっちゃったからな、これ厳しくなるような、味方の方勝手に落ちないようにしてほしいな。とりあえずボール捨てとくわ、ここら辺の、あ、勝手に落ちんなよ、オッケーナイス、よしそのまま座れ。味方の管理をしないとあかんからね、大丈夫か、よしよし、味方の護衛に入るわ。ボール掴もうとしたらもうすぐにロックかける、いらんことさせないっていうのが俺の仕事なんで。いいよいいよ、味方とやり合ってでもいらんことさせたらあかんから、このボールは俺が排除する。まだ危ないですからね、これトップ3名やから、この方落ちたら負けなんで。ナイス、誰か2人落ちた、これによって弱点掲示板影響出るんで、あとはもう味方ほっといて俺が耐えるムーブでいけば勝てるわ。ドアダッシュ君おんぶ来た、よしよし、ドアダッシュおんぶいけ、あーっとドアダッシュおんぶ中やのに、この方がめっちゃ攻撃してくる。この方必死やから、多分味方の方落ちちゃったやろな。決勝戦ジャンプショーダウンの風なし部門ですね、6名での戦いになります。さあ割れていって、これは1マスになるかもしれないぞ。とりあえずさっさと掴めようとしたら良さそうやな、掴めそうな人間おったら掴むわ。ただバーまだ遅いから、どっちが落ちる、向こうが落ちたってこと、広くなったぞ。これは広い中での戦い、掴み入れていきましょうか。ほんならいきます、生ぴょこりん無理か、生ぴょこりんを狙ってきて、生ぴょこりん外側に押し出してあげて、そのままかっさらう戦法ね。ドアダッシュ君おる中で生ぴょこ、さあまずは1枚重なっていく、スーパー生ぴょこ、味方、あー味方間違えて掴んじゃった、この人狙ったのに間違えました。でも味方もろうと思っていく形になったな。ふっ、ドアダッシュ君との一騎打ちか、危ないぞ、狙ってくるかもしれない。さあドアダッシュ君狙いすぎて失敗、ふっ、あとは水色カウンター行ったか、まだ行ってないよ、なんじゃこいつ、粘りくるか、オッケー、よかった、ちょっと味方吹き飛ばしてもうたけど。ヒヤヒヤロードで決勝進出の切符のようですね。スタートの早速マットいきますね、こっからまず行きましょうか。はい、相手結構ね、強いんでね、なんかほら羽ついてる人とかね、
チーム組んでるやろ、ほら黒い方、黄緑のパンツの方とか、結構メンバーレベル高いんで決勝逃す可能性あるよこれ。絶対決勝出たいな。決勝進出逃すの一番嫌やから。さあマックリ勢もおる中で、おショードリームさん解析、よし味方無理せえへん、ないっすよね、いい感じで。こっからこっちは外れるか、こっちはちょっとマックリ確かめたいよな、こっちが当たりの場合もあるから。そう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 、お当たった、行こう、行け、よいしょ、なんとか3位キープ。ただ味方がちょっと気づいてなさすぎたから、やばい、味方気づいてなさすぎた、どこ行くねんマジで。頑張ってほしい、キツネ頑張れ、左ルートやぞ左ルート、頑張れ、あかん道解析されてる、早くショートカットしろ、締め切られんぞマジで、もう映画にせえよほんまに。ウォータープッシャースタート。さあウォータープッシャー危ないよこれ、来た、まずはあの魚がかぶりついてくるよあいつらに。さあかぶりついていくーと見せかけてちょっと逃げてきたな。ワニさん食われたわ、終わった。あ、でワニさん食われても助かってるやん、なんや食われても大丈夫なんや、え、ほら食われるよな、黒いと食われたけど助かってるわ、なんや食われて確定アウトじゃないんや、急がなあかんなこれ。他の人物、うわーなんか魚飛び出してきた、なんかエビみたいなやつが横から飛び出してきたぞ、どんどん難しくなるんや、こうやって行っといて、あら魚飛び出してる、あいにぶつかった危ないんやね、オッケー。さあ特大大月賞止まるなきゃん、こっからやっていきましょうか。今最上階取ってるんですけど、まあ、水色合流しなあかんね、サングラスさんのところこれ突撃しますわ、突撃していて油断してそうやね、全然油断してるんで、もうそのまま切っていくわ、切っていって閉じ込める、え渡ってくるか、渡ってこない、はい、ただ紫結構削れてて、どこ行こうかな、難しいとこやね判断が、ほい上階から、まあ、とりあえずは紫ボーリングさんとヒロピ、ヒロピ落ちた、ボーリングさんが耐久してるからあそこに突撃やな、ここ多分使おうとしてるから、そのペースを一気に乱してあげることによっておそらく落ちるでしょう、 OK。 でこっから豆パトの方、まず豆パトの方、赤い方やり合いになったなこれは、あーやり合いになったら俺が美味しいぞ、やり合いやり合い、はい上階からゆっくり見ていこうか、耐久伸ばしつつ、はい黄色で勝てるかなこれ、黄色で勝てそうやな、確実な着陸から、あとはボーリングさんのみという形になりましたんでね、上から見ていってお迎えという形になります、オッケー、ナイス。ティータイムというステージ出ましたね、ティータイムですから、まあなんか3時のおやつ的なコースなんですかね、行きましょう、はいまっすぐ走っていって、ボクシングメンバー、ボクシングメンバー、ジャンプは、ジャンプで、こっからティータイム、お前クッキーや、ちゃんとクッキー作ってくれてんねや、で他にもなんかおやつ要素あるかもしれないの、ティータイム、あこれあれか、ほんまやカップになってる、面白い、あーケーキも来た、おおええやん、ストロベリーケーキですから、これ何これ、いちご、はい真ん中いちごあるように見えて、でこのティーカップの上をね走っていけるというコースになってますんで、非常に面白いコース、ボリノックアウトの決勝戦ブラストボールですね、行きましょうか。さチーズハットグさん当たってましたね、この方上手い方ですね、レース早かったね、チーズハットグさんか俺が勝つかみたいなとこになるんですけど、まあブラボーなんで荒れる可能性あるけど、ね、どんどん畑ロス、畑ロス攻撃、すでに2名エンターテイメント、ワニさんの攻撃をかわしていきつつ、ブラストボールマジでね油断したらポコーン外側行かされるからね、アタック狙いそうなやつ、そこのピンクダイレクト直撃 なすりつけ、ジャンピングメンバーやべアップね、今そこちょうど俺がなるとこやった、びっくりした、ちょうど着地予約地点にさ揺れとったもん、足場が向こう側のチーズハットグさん攻撃します、生落としか、ジャンピング受け身、よしオッケー、しっかりと受け身取っていっての、危ないぞ、このボールもらおう、このボールをしれっと転がす攻撃からのもう一撃逆サイドドーン、いいダメージちゃう、ちょっと怖いな、大丈夫か、流れ玉なし、ワニさんになすりつけいったか、よしワニさん飛ばしていく、チーズハットグ君連覇、チーズハットグ君もしかいったんじゃん、決着だ、オッケー、なんか一気に4人ぐらいエンターテイメントになってんけど、やりました